際に使われたウイスキーどんどん再利用して。ああそうですか。うーん、これデカのフローリングを滑ってたんですね。はあ、ウイスキー樽からできてますね。あ、そうなんですか。平均で50年から70年間ウイスキーの樽として使われてます。こういった後でこういったあの缶の商品なんですが、これ樽材を薄く剥いで、で、あの牛皮つけて作ってますね。もう樽の木というのはもう決まってるんですか。あの弊社の場合は主にあの北米産のホワイトオーク、日本で奈良材ですねをメインに使っています。あのごくごく一部水奈良も、日本の北海道の水奈良もございますが、ほとんど限られて作成して、こういった数に回ってくるのはもう北米産のホワイトオーク。それも何年ものとか。大体樽するような木というのは100年ものぐらいの木になってまして、そこからウイスキーの樽として50年から70年、だからゴム袋まで200歳近い気が来てますね。へー、すごいな。それは知らんかった。樽ってああいうふうに樽同士で積んでいきますんで、あの鉄の分が使えませんから、あの重量耐えられるように非常に中が繊維までしっかり成分が詰まってて硬くて、非常にしっかりと使ってます。木があまりにもいいもんで、あのもったいないんで、なんとか再利用しようということでこういった事業やってますんで。奈良の正雨材っていう中心から手に取る、まあ、贅沢な木取りなんですけど、うん、木目が非常に美しいんで、こういった小物もそうですけど、後ろの家具類なんかも全て美しい。これは1回使ったらもう終わりだったんですか。え、大体4回、5回使いますね。はい、4、5回は使います。まあ、物によっては10秒は、ね、違いますんで、1回で終わる分もありますが、ほとんどは4、5回、平均で4、5回ですね。あ、そか。あ、でもその樽の中に使ってる、ね、年数がね、はい、大体何年ぐらい。数年です。あ、1回で大体、まあでも平均で50年から70年ですんで、まあ、4回使えば大体1回10年強ですね。あ、そうか。ウイスキー大体も、ね、あのまあ、若くても8年ものぐらいの年数使いますんで、1回つけてしまったら本当に長いこと眠ってますからね。あの40年もののウイスキーとかもありますんで。40万年ものというと、だいぶこう樽の中が空いてきてるんですか。減ってますね、半分ぐらいかな、ね、半分ぐらいな。天使の分け前を出て昨日天使が抜けてきますんで、さっき映像を見せた。年間 3% って言われてますね。ああ、年間 3% も抜けない。もう40年ですよ、本当半分ぐらい抜けますね。あ、貴重です。あ、それも樽によって減り方が違う。違いますね、一個一個。で、あの樽からもともとウイスキーってあの2色色がまたないんですね。あ、味が言うてましたね、透明だった。そうなんです。樽から徐々に徐々にあの味が出てきますんで、その成分が出なくなった樽がこういった株に回ってきます。ああ、そう。樽の色と手は本当に自分が違いますね。ワインと同じで置く場所とかによっても違いますし、 あと気温も。そうですね、気温もあるんですが、あ、湿度も、ね、あの広い蒸留所の中ではやっぱりあのこの石とこの石では違ったりしますんで。うーん、ワインとはその湿度とか温度は違うもんですか。向こうはあの醸造酒だから火を入れてないお酒ですね。こっちはあの火を入れ、蒸留酒火を入れてますんで、まあ、全然違いますね、持ち方とかも。ワインは火を入れてない、醸造酒なんか絞って詰めてますんで。これはあの下から火で炙って一回の気化したものを向かって冷まして。ああ、そうか、知らんことばっかりやな。樽の木がいい木なもんで、樽屋さんの中によって本当もったいない言われるんですけど、そういう木でないと樽もできないんですね。ああ、もともとのさっきの向こうの方で値段見てたけど高いもんね、もともと買う値段も高いそうだよそうですか。そしたら1本の木から作るというのも、樽1本、その100年ぐらいの木いうても、うん、1本切っても何樽ぐらい使える部分は限られてますんで ね何樽か一概に言えないんですけど、あのこういう丸い木があったら、丸い木があったらこうスライスするのがあって、中心からこう縦に取りますんで、結構無駄ができるんですね、まさめ取りっていう取り方で。あ、
なるほど。それをこう丸めてるわけですね。丸めてる。そうですね、最初一回丸めますね。丸めて蒸気で蒸して圧力かけて曲げますん でそこから何十年も使ったらやっぱりその形になりますんで、もう一回曲がってる樽をなんか我々に作業するときは蒸気でもう一回蒸して圧力かけてまっすぐにします。で周り削ったらなんか本当綺麗な白い木ですんで、それをこういった家具にしてます。なるほど。というと、もう本来のそのオーク材よりもかなり質量が重たくなって、ね、硬くなって。そうですね、何十年も使ってますし、まあ、気にする段階で乾燥させてますんで、生で切れたりやってたりですけど。ああ、そうか。匂いもウイスキーの感じの匂いはあるんですか。ですね、できた頃はまだします。ああ、そうか。家具にするときは完全に乾燥させて、塗装しますんで、香りやっぱり取りますね。ああ、そうですか。ここに置いてますけど、ああいう樽なんかそのままの樽とかでしたらまだね、出来たての頃は香りがふわっとしますけど、あれ、はい、ユースに置いてる樽ですね、ええ、そのままテーブルにも使えますんで。なるほど。そうか、あれ、ああいうのからバラしてこういうのにするわけですね。そういった大きい家具を使ったハワイなんか使ってね、こういったものを有効利用してとかって言ってますんで。あとも我々お酒のサントリーですんで、お酒絡みの商品、こういったコースターとかマドラーなんかも ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.
はい、あ、どうぞ、すみません。すごいの白ワインです。こちらのドイツの白ワイン、はい、自社畑のワイン、自社畑のワインです。あります。はい、美味しい。美味しいですか？ありがとうございます。酒屋さんとか百貨店さんには卸してないワインでして、それはどうして？どういうふうに保存していただけるかちょっとわからないというのと、でもう一個がうちが基本ここで即売っていうのをやってなくて、例えばお客様がこれじゃあ1本買って帰るわって言われても私がこの場でできなくて、現地から全部うちはケース単位でお取り寄せなんです。直接生産者からお客様へっていううちは販売方法なので、そういう業者さんを間に挟まずに販売ルートを全部うちがうちのワインを取り仕切って行ってますね。それをすることによって質が保たれて、ワインも美味しい状態で飲んでいただける。これは銘柄は？銘柄はね、ピーロートブルーと、まあ本名はこのブルーブライヤーシュロスカペレっていう本名ですけど、うちの会社がピーロードという会社なんですけど。ピーロード聞いたことあるわ。あります？あ、あるわ。あ、その会社。はい、で、ブルーボトルなので相性がピーロートブルーと言ってね。あ、皆さんご存知の方はブルーボトル、ブルーボトルってよく、あ、そう、はい、呼んでくださるんですよね。もしまた写真でこれまで構わない。なるほど。雰囲気はすごい似てますね。美味しかった。ありがとう。ありがとうございます。どうぞ。こちらに入れてみてください。赤ワインにして。全然楽しんでください。全然もう味見はもう無料、無料ですので、ただです。はははは。こちらに入れてみてください。私は勉強がテイスティングしながら酔っ払ってやりますので。ですよね。そうなんですよ。テイスティングしてるだけでね、もう酔っ払っちゃうので。で、私はこの辺りは家にいつも行くのかな、明るいのを遅刻してるんですよ。